よし、いいよ。はい、よーい、スタート。おはようございます。137TV のジュとママでーす。ママとジュです。今日は今日の動画はお絵かきしてみた、これでございます。ジュとママはちょっと絵が得意です。なのでお絵かきをよくします。で、特に今臨時休校中になってからはよくお絵かきタイムを設けております。で、昨日は2人で対決をしました。まだしないでください。 裏だから大丈夫だよ。裏だからまだしないでください。昨日はママとジュでお絵かき対決をしまして、そうですね、鬼滅の刃の絵をイラストを2人で同時に描き始めて、スピードを競うわけでもまあ上手さを競った、うん、そっちの方が上手こっちの方が上手だよ。対決としては成立してないですね。とにかく一緒にイラストを描くをやりました。今日の動画はそれをご覧いただこうと思います。どうでしたか、描いてみて。あまりよく描けなかった。いや、上手でしたよ。楽しかったよね、二人で。一斉のでです、用意スタートって言って描き始めて、だいたい同じぐらいに描き終えましたね、うん、スピード的には一緒でした。まだ見せないですじゃあ行きますよ、見せますか。逆に変になりましたね。まあ、いいと思います。いい、うん、いい。よし、じゃあ終わり。はい、終わり。いや、これ画面動かしたらいいよ。あ、じゃあ一人ずつ見せてく。そうね、じゃあ、じゅーちゃんから。じゃじゃじゃ、もう一度ムイチローさんのイラストを描きました。親方様のお家の庭で座っているところのイラストだそうです。これは柱の何柱、何柱だっけ。霞柱。何それ。霞柱の霞って何、わかんない。ママアニメしか見てないからだから知ってるじゃん。コミック読んでないので全然柱に対する情報はありません。最後に出てきて存在は知ってますけど、どういう人たちなのか全然わかりません。で、こちらは無一郎さんですね。ピンピンしないですね。あ、そうそう、炭治郎がさ、なんか親方様の話を遮っちゃダメだよ。そう、これ一緒でしょ。ピュンピュンピュンってやってさ、ピュンピュン。無一郎さんかっこいいって言ってたよね。恋柱の、恋柱の。次いきますか。ママのじゃん。ママじゃん。じゃあ。ママのすごく。あ、また古いね、このね、交換音。ママが選ぶ。じゃん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 。
じゃーん。これ全部乗るか。こ乗った。これで乗るか。これママの作品、イラスト。これは、しのぶさんと、しのぶさんとお姉さんの誰だったこれ。わかんない。ガーン、調べときます。知らない、ママしか知らん。胡蝶しのぶかわいいよね。ママの胡蝶しのぶ大好きです。なんかあのツンとした感じ。虫柱胡蝶しのぶとお姉ちゃんが寄り添っているところのイラストをママは描きました。だいたいまあ1時間ぐらい。これがイラスト。1時間ぐらい。1時間ぐらいで、トータル1時間ぐらい。どこが難しかったとかありますか？どこが難しかったかな。紙かな。紙と目。鬼滅の刃のイラストは髪の毛がとてもむずい。特徴的だよね。そうだ、髪の毛が髪の毛がなかったらこいつ誰だと思うよ。まあそれはそうだよね。カット、ここはカット、ここはカット、カット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 、カメラを輪郭を描いて、体を描いて、髪を描いて、最後に目を描いてほした。目が一番難しかったんじゃない？だから違う。なんか難しいとこ先に描いて。あ、そうなの。難しいとこを先に描くタイプね。あ、これすごくあのバランス的に10歳の絵としてはとてもいいと思います。可愛いし、無一郎さんに似てる。無一郎さんでしょ。無一郎。はい。今の難しかったところは目ですね。目、2人の目っていうのは全然違う目をしておりまして、兄弟なんですけど、目が全然違うんですね。ここを表現するのが難しかったです。見て、何かを見て描いたので真似をして、まあ写すだけなんですけど、それが難しいですよね。でも上手に描けたかなと思ってます。ママの方が上手に描けてる。色をつけたい感じですが、色付けはやめとく。なんか変になりそう。そう、変になりそうで、いつも怖くてここでやめちゃいます。そう、色塗りはやめてる。色塗りはやってない。そうだね、ま、イラストにはまり始めたのがこの休校になってからですね。はい、2月。ママが描き始めて、にそう、学校がなくなって、何する暇だねって絵描き始めて、みんなで絵を描きしてたんですね。でもうあのご存知の通り、鬼滅の刃にドハマりしてるママがいますので、鬼滅の刃描こうぜ、イエーイってなったんだよね。じゃあ描きたくなかった。あ、本当。でママが最初に描いたのがこれ、クレヨンで、いきなりクレヨンで走ろっとねずこ。違う、ねずこ。あれ、クレヨンでねずこ、パーッと。ねずこの目が変だよね。15分ぐらいでこれ描いたんです。そっからです、始まりは。楽しいってなって、でこれあんま上手じゃないんだけど、こういうのを描いて、全然炭治郎の顔が似てないとか言いながらね、関係ないって言いながらね。似てると思う人もいると思うよ。いや全然似てない、これまだ最初の時で全然。で伊之助の手しか描けなかったとか言いながらね、髪が描けるはずだったのに伊之助が手しか入らなかったとか言いながらね。もう炭治郎、これ完全にペン入れで失敗したっていう。ペン入れたら急に変な顔になっちゃったっていう。ペン入れとかしたこと、ペン入れで失敗した炭治郎ですとか、で伊之助描けなかったからどうしても伊之助も描いてあげたいと思って描いたって、伊之助と炭治郎と禰豆子と善逸がいます。スズメとカラスもいますよとか。でさんちゃんが煉獄さんが大好きだって急に言い出したので、煉獄さん、煉獄さん知らない人もいる。煉獄さんです、これ。とか、こんなに可愛い炭治郎とかも描いてみました。これちょっとようやく炭治郎に顔が似てきたかなっていう。イラストの時、この箱の中にはタヌキがあった。そう、禰豆子を描いてみた。これ見ずに禰豆子を描いたの。炭治郎が大好きすぎて、炭治郎滑舌悪い、ね、この髪の毛長くて結んでる時の炭治郎を
描きたくて描いたんですけど、ちょっと全然顔が違うねまたって言いながら、鼻が長い色をつけてみました。色つけるとかろうじて炭治郎っていう感じですね。ピアスがついて、耳飾りがついてて、髪が赤くて目が赤いから炭治郎。あれ花札なのがわかる。花なの？太陽じゃない？花札だよ。知らない花札。これまだ最初の1話で出てくる炭を担いで山を降りてるところの炭治郎、すっごい可愛い。で今日昨日描いたのがこれですね。どうですか？だんだん上手くなってきてるでしょ。これ学校がなくなって2週間ぐらい経ちますけど、毎日描けば、毎日描いてないけど描き始めたらちょっとずつ上手くなるんだなっていうのが分かりますね。次グー、はい、グーが最初に描いたのがこれ、クマ描いたんですね。何描けばいい？クマ描いたらつってクマ描いたんですよね。クマだけ描こうと思ってクマだけ描いて、でもそしたら頭になんか他のもの、これじゃ雰囲気が変だなと思ってここに丸太の椅子を描いて、で草を描いて、で木を描いて、これは水に、これぜ、ん？クマと丸太の椅子と草はイラストで見て描いて、で木は普通に見ずに自分で下手くそな感じ。上手に描けてると思います。じゃあ次はこれ。描き途中の R2D2。 見てない人は知らないと思う。またそれ見てる人いると思う。みんな見てると思うよ。見てない人、見てない人もいるのかな。スターウォーズに出てくる R2D2 です。この手のとこまだ描けてない。ピポパポッつって動いてる。まだここしかないから、これブエーってバタって倒れてる。あと足が2本、あ、足があと2本あるんだけど描いてないんだよね。途中で割っちゃったんだよねこれね。そう、なんかその時飽きた、めっちゃ、はい、ここまでは集中力あったんだけど、こっから集中力切れちゃって、ここの足が2本ない状態の R2D2 です。かわいい。スターウォーズも大好きだからね。ママたちモフモフ猫ちゃんのぬいぐるみを描きました。家にあるぬいぐるみ、ぬいぐるみ持ってきなよ。それが、はい、モフモフのぬいぐるみ、それがこれ。あー出ました、このモフモフ感。このモフモフ感出てますよね。かわいい。色付けもちょうどいい感じにして。手がないんだけど、手はうまく描けなくて、手だけ描いてないんだよね。そう、めっちゃうまく描けない。難しいことから逃げるっていうね、習性があるね、はあ、難しいことを最後に残す。あ、でもさっきの無一郎さんは難しいとこから書いたって言ってたけどね。あれだけは絶対勝ちた。そうだね、対決だったもんね、ママちゃんね、うん、絶対勝ちたいと思ったら負けた。負けてはないよ。負けたよ。勝ち負けじゃないもん。勝ち負けはないし。はい、次いきます。はい、じゃあ次の絵がこれです。これもなんとぬいぐるみがあるんですね。スノーボードをしているクマちゃん。クマちゃん好きだね。これ昔めっちゃ好きだった。こうやってビューって言ってビュー。縫い目をちゃんとね描くところがねいいと思うよ、ママは。はい、ママとパパが大好きなスノーボードをしているクマちゃんでした。ママとパパスノーボード好きなの知ってる？うん、知らない。え私大好きなんだけど。嘘知ってる。うん、知ってるよね。はい、クマちゃんでした。はい、これも木を描いた。あの妖怪ぼっちの無理壁。無理壁だよ。無理壁、無理っていう人ね。無理壁。はい、無理壁でした。これもなかなか上手に描けてますよね。これ2時間ぐらい描けた気がするな。そうね、2時間もかかってないよね。もう1時間ぐらいはかけてたと思う。もうね、飽きたけどね、もう最後まで絶対描きたいと思ってね、飽きてもずっとやってこれで完成した。あ、いいね、素晴らしい。だんだんこうやってジュルちゃんも上手になってきてるんですよ。最初の絵と比べてやっぱだいぶ上手になったなって思います。学校なくなって絵が上手になるじゅうちゃんでした。
以上本日の動画イラストを描くでした。イラストいっぱい描きたいのでまたイラスト描きたいと思います。なんかコメント欄でなんか描いてほしい、あ、描いてほしい、描いてほしい絵を、絵がありましたらコメント欄にどうぞ。お待ちしてます。137TV のジュとママでした。チャンネル登録よろしくね。高評価もお願いします。忘れずに。それではせーの、グッバイ。最初見えてなかった。はい、おはようございます。ここ見るね、ここ。以上、本日の動画。この二人が描いた。